ブラスバンド編成による演奏風景。ブラスバンドは競技において金管楽器を主体として編成される楽団。吹奏楽団とは異なり、ブラスバンドは一般に金管楽器群と打楽器群によって構成され、通常は木管楽器群や弦楽器群は含まない。ブラスは金管楽器の主材料である王道の英章である。日本においては世間一般的な認識。 用法として、いわゆる吹奏楽団、特に学校や職場もしくは市民団体などのアマチュア吹奏楽団を指してドイツ語、ブラスは服の五感にそう呼び方、ブラスバンドということがあり、そのため一方で純然たる、ブラスバンド編成の団体名に、金管バンドと歌うケースも見受けられる。ブラスバンドの盛んなイギリスでは吹奏楽は、ウィンドバンドとして、明確に区別されている。この 次のような楽団を指す時に用いられる。本校では、主に日本におけるブラスバンドについて記述し、他の楽団については簡潔に述べるが、詳細は吹奏楽あるいはそれぞれ独立した項目に譲る。オーブンで、ブラスバンドの使用は明治期から、ブラスバンドの後の使用は大正期から見ることができる。1924年の伊庭隆監修、白美音楽時では、 ブラスバンドの説明に、新中楽器音楽隊。新中楽器を奏する学士の集団。元来は、リード楽器を含む、全軍楽隊とは区別したものであると、ブラスバンドが、金管楽器のみのバンドを指すという指摘がなされると、同時に、吹奏楽を意味する、一般的な用法が定着しつつあることを伺わせる、記述がある。昭和初期から、旧西軍や、宗啓戦における、 応援の学体をブラスバンドと呼んでいる例が新聞に見られるようになる。満州事変頃から職場、学校、青年団などでアマチュア水槽楽団が増え始め、これらの楽団を指してブラスバンドと呼ぶことが広まった。特に1933年の雑誌、機関ブラスバンドの創刊と1934年のアマチュアブラスバンド、東海連盟の結成。 昭和十年の山口上皇、ブラスバンド教本の観光、及び日本管楽器、田辺楽器などの広告に、ブラスバンドの表現が使われたことが普及を後押し、したと思われる。なお、東京府立第一商業の広岡十一は、街頭行進など軍楽隊に似た演奏を、主とする場合を、ブラスバンド、芸術性を思考しステージなどでの演奏を、主とする学校の楽団を、 スクールバンドと区別している。戦争が激しくなるにつれ、1940年に、機関ブラスバンドの後続し吹奏楽、ブラスバンド、ラッパ筒みたいニュースが、吹奏楽月報と解題されるなど、ブラスバンドの語は用いられなくなった。機関ブラスバンド創刊号に掲載された日本管楽器の広告にある、当時のブラスバンドの編成は以下の通り。戦後、 ブラスバンドの故障は復活するが、昭和30年代に吹奏楽関係者がアメリカに視察に行ったことをきっかけに、吹奏楽連盟を中心としたアマチュア吹奏楽は、軍楽隊的な方向から芸術を試行する、方向へと転換する。他方、英国式、ブラスバンドが知られるようになったこともあり、吹奏楽関係者の間では、木管楽器を含む、編成の吹奏楽団の音楽を、 水槽楽とし、ブラスバンドは英国式、ブラスバンドを指すという認識が一般化する。ただし、学校などでブラスバンド部の名称が残存しているところもあり、また一般には、旧来の用法も依然として残っている。ブラスバンドを縮めた、ブラバンという略称は水槽学編成を指した用法であるが、特に学校水槽学においてはこの属称も広く認知されている。 なお、日本語のブラスバンドは語源として一般に英語のブラスバンドの音をかな表記したと考えられるが、ドイツ語に吹奏楽団を意味するブラスパードの語があり、日本では金管バンドではなく吹奏楽を指すことから、この語が何らかの形で影響しているのではないかという指摘がなされている。イギリスでは19世紀初頭から労働者の間で、 金管楽器と打楽器による楽団が結成され、コンテストが行われるようになったことで編成が確立化した。この種の楽団を英国ではブラスバンドと称する。英国風金管バンドはヨーロッパ各地、オーストラリア、日本、トンガなどにも広がった。金管楽器と打楽器だけからなるイギリスの伝統的な編成。コルネット、テナーホーン、バリトン、ユーフォニアム、 チューバ東作ソルン族の金管楽器にトロンボーンや打楽器が加わる。映画ブラスのモデルになったグライムソープコリアリーバンドなどが有名。アメリカ合衆国では19世紀に全国で生まれた管楽器を中心とした民間の楽団を指してブラスバンドと呼ぶ。南北戦争の頃に最も盛んになり、地域、人種、性別などを問わず、コミュニティごとに楽団が作られた。 これらの楽団の多くは、ラジオやレコードの登場で姿を消したが、ルイジアナ州ニューオーリンズの黒人の間では、葬式のパレードに楽団が演奏する習慣が定着していたため、五助会組織が生まれ、現在もその伝統が残っている。初期のジャズから現在に至るまで、録音も多く、ダーティ・ダズン・ブラス・バンドなど、楽団の固有名詞として、ブラス・バンドの語が使われている。ドイツ語では、 服を意味する動詞ブロソンの五感と楽団を意味するバンドが結びついて、吹奏楽団を意味するブラスパードという名詞があり、ブラスバントと発音する。ただし、ブラスカペル、ブラスオルケスターなどの名称の方が一般的である。植民地には軍楽隊が派遣されたために、世界中至るところに管楽器を中心とした楽団は存在し、国ごとに変化して定着している。また、 トリニダード・トバゴでカーニバルなどで歌われるポピュラー音楽イコールカリプソを伴奏する楽団をブラスバンドと呼ぶ例がある。1980年代後半以降特にポピュラー音楽研究の視点からヨーロッパの軍楽隊が各植民地に与えた影響が重視されるようになった。日本では学校などの水奏楽特別するためにブラスバンドの語を用いることが多い。また、 ブルガリアやマケドニア共和国のオルケルタルやルーマニアのファンファーレの英訳としてブラスバンドが用いられることも多い。これ以外に東南アジアや東欧などにもその地域独特の編成を持った金管楽器を含む楽体があり、ブラスバンドと総称される。東欧諸国には金管楽器と打楽器からなる楽団があり、ファンファーレ、オルケスタルなどの名称で呼ばれている。 ドイツ語圏のプロテスタント教会専属の金管合奏団はポザーネンコアと呼び大きなジャンルとなっている。ありがとうございます。